ピッケルピッケルは、積雪機の登山に使う、ツルハシのような形の道具。語源はドイツ語のアイスピッケル、アイスアックス、ピオレとも呼ばれる。昔は日本語表記として、氷布、再氷布、不凍氷杖、氷まさかりなどが使われたこともあるが定着していない。その用途は幅広く、氷雪の斜面で足掛かりを作るのに用いるほか、確保の視点、滑落時の滑落停止、 クリセイド時の精度及び姿勢の維持、アイスクライミング時の手がかり、杖代わり、時には雪上でテントのペグとして使ったりもする。山岳地帯での重装用には柄がまっすぐで比較的長い60から70センチメートル程度のものが用いられるが、氷壁などの突破用には30から40センチメートル程度と短めのものが用いられる。氷壁用のものは オーバーハングしている局面を考えて、柄がカーブしているものもある。かつて金星戦前程度には、杖としての使用局面が多かったらしく100センチメートル程度あったが、現在はストックを別に用意することも多く、守備穴曲面だけで利用されることが増えたため短めのデザインとなっている。柄の部分をシャフト、柄の上端についている頭部をヘッド、 ヘッドの両側についた葉の内細く尖った型の葉をピック、広がった型の葉をブレードを、柄の下刃についた尖った部分をシュピッツェ、または石突きという。シャフトは1970年代頃までは通常アッシュ、あるいは後期にはアッシュより弾力のあるヒッコリーが使われるようになった。他にヤチダモあるいは青ダモとも呼ばれるものやアイタケ。 あるいはグリベルが使用した樹脂岩芯木材なども一部に使われていたが、耐久性や軽量であることなどから徐々に最初は、スチールから現在のようなアルミニウム金属製に置き換わるようになった。このあたりは合理性を求めた道具の変遷と捉えるのが妥当である。カバーを付けたピックとブレード素材は通常校であるが、アルミニウム合金、チタン合金などで製造されたものもある。 各先端部分は用途上非常に鋭く作られ刃物そのものであり、そのため輸送時は比較や合成樹脂製のカバーを取り付けなければ危険である。以前は当然のようにザック外側にピッケル、取り付け用のリングと紐あるいはバンドがあり、日本ではそれが本格アズチアであることのステータスのようなところがあったが、現在はピッケル自体が短くなったこともありそれが、 サイド側へと移ってもいるが、リュックサックの外側に取り付けて歩くと危険であるため、使用しないときは中に収納して運ぶことが勧められる。スポーツ登山が始められる以前、氷河の上を登校する旅行者、僧侶、商人は、人の背丈より長い棒である、アルペンストックを使っていた。1574年に、リッヒ大学で、地理学を教えていた、ヨジアスジムラーにより発表され、 世界最古の登山技術書とも称される論考には、氷河上の投稿にアルペンストックが必要である旨の解説がある。近代登山の創始者といわれるオラス・ベネディクトド・ソシュールが1788年にジュアン峠を登っている同版画があり、この時の一行はアルペンストックを使っているが、二番目を行く人物のアルペンストックの先に飛び口様の針がついており、これが 今日のピッケルの原始的な形であると考えられる。アルペンストックとアックスを別々に使う時代はしばらく続いたが、シャモニー・モンブランのガイドがアックスをアルペンストックの先に結びつけるアイデアを出し、これはシャモニー・ピオーレと呼ばれるようになった。アックスがアルペンストックの先に固定されるようになった最初は1854年。 アルフレッド・ウィルスがベッター・ホールン初登場に際して雇ったベルナー・オーバーラントのガイドが持ち込んだ例とされるこの時頭の一方は現在と同じように尖ったこれが水平になった経緯は不明であるが1865年頃のエドワード・ウィンパーのポートレートに映っているのは縦型であったもののその後エドワード・ウィンパーがガイドの王ヤーコブ・アンデレック所有の 物を模して作ったというピッケルでは横型になっている。1864年に英国産学会は委員長シーピルキントンのもとに6人の委員を集めてピッケルとザイルに関する特別委員会を開催し会員に対し一向に値する機材の提出を求めて検討した結果7月5日の会合で英国産学会推奨の公認用具が決定された。 原根のピッケルの原型はこの時決定されたピルキントン型である。より困難を求めて専鋭化する氷壁等半思考の専門家は2本持ったピッケルを交互に振りかぶってピックを氷壁に突き刺して登るピオレトラクションという技術を使うようになっており、その目的に合わせてそれまであった一般と残車用とはっきり区別されヘッドの形状や構造が かなり異なるようになってきている。総じてシャフトが短くなって、ピック側に曲がり、ピックの部分をシャフト側に曲がり、軽量化され、ピックの刃が鋭く研磨されるという傾向を持つ。また対象とするコースや、自分の技術や思考に合わせ、ピックを通常のものから反対側に沿ったバナナピック、半円筒状になったセミチュープピックなどに交換できるようになったものもある。 この場合2本のピッケルを持つダブルワックスの場合もあるが安全確保の目的で氷にアイスハーケンを打ち込むため片方をアイスバイルで持つ場合が多い。これはブレードの代わりにハンマーが付けられたピッケルの派生物である。詳細はアイスバイルを参照2本で最初にピッケルが使われたのはアーネスト佐藤、バジルホール・チェンバレン、ウィリアム・ゴーランドなど 明治時代の外国人が持ち込んで使用した例である。またウォルター・ウェイストンも1888年の第一回来日以来たびたびピッケルを携えて日本アルプスを登山しており、写真も残っている。1908年、東京地学協会会館で日本山学会第一大会が開催され若干の登山用具が展示されたが、その中に氷河渡りの杖として、 山崎直方のピッケルがあり、注目を集めた。ただしこの時、ピッケルとも、アイスアックスとも表記されなかった。この時、辻本三丸の釈状が同時に並べられ、交代賞を示して、賃病を極めたという。このピッケルを、日本産学会の会員であった、サエ武サタスケが尺用。これをモデルとして、友人の中村聖太郎に、アックス部分と石突きを打たせ、 柄は、江戸橋の坊屋に作らせ、これが第一号の国産ピッケルとされる。1910年夏に、彼らは、後ろ立山連峰の重装にこのピッケルを携え、大木沢の設計で有効に使ったという。しかし、日本でピッケルが知られた頃は登山といえばその多くは夏山に限られており、ピッケルの需要も少なかった。積雪期にも登山が行われるようになり、 需要と供給は増大したが、それでも本当に必要とする人は少なかった。輸入に宣伝をつけたのは、日本山岳会装支社の一人である、高野高造で、これは本業でなく余業であるから、薄利で提供すると断りつつも1912年発行の山岳第7年第3号に、登山用具の輸入と販売と題し、ティロールの本場で一位一人の手で、打った上等の品、 口しの長さは6寸くらい、柄の長さは3尺3寸から3尺6寸くらいまで、8円くらいから15円くらいまで、という広告を掲載し、品物は1913年6月に入荷した。また東京本郷の赤門前にあった、ピマンツ商店が、高野高造協力の下で、積極的に登山用具の販売を始めた。この頃から日本でも、 夏山だけでなく急峻な設計も登られるようになって、ピッケルの存在も機能も理解され始めていた。1921年には、大阪道島のマリア運動具店が誕生、スイスからエスラーを輸入した。また1924年に、工実産層ができ、1926年から数年の間に、スイスのヒュップハーブ、シェンク、ベント、ビィリッシュ、フランスのシモンを順次輸入した。 1930年代になると三越がスイスのビオルンスタットを輸入世界の有名ブランドから選べるようになった。初期の国産ピッケルは混合杖に飛び口と石突きを取り付けた程度のものでほとんど杖に近いものだった。1895年に検討期の富士山に登頂した気象学者の野中イタルは飛び口や鶴橋をピッケルの代用として使用している。 1929年に仙台のタン野職人山内藤一郎が数年前から試作を繰り返していた独自のピッケルを商品化し、これが国内における本格的なピッケルの草分けとなった。1930年には札幌の農具グン野職人角田忠和が学生に壊れたことがきっかけでピッケルの生産を開始し輸入品が次第に 店頭から姿を消したこともあり三内、門田は多くの学人に愛用された。第二次世界大戦後最初に輸入されたのは、戦後数年して水野が輸入したウィリッシュであり、当時の価格は6000円であった。戦後は、フランス製では、シモン、シャルレなども人気があり、国産では森谷が、マナスルや南極大陸の遠征で使われたほか、ダイナミックスのーマンや、 東京トップなども多く愛用された。先鋭的な登山家は、タイヤ職人と二人三脚で自分専用のものを作り上げることもあり、特に三村義一のピッケルは、長谷川常夫や田部井純子といった登山家に信頼を寄せられていた。ピッケルは数ある登山道具の中でも古くからアルピニストの象徴とされてきた。山岳会や 登山部のバッジなどには大抵衣装として使われているし、シャモニー、ゼルマット、グリンデルバルト等登山基地の街で墓地を訪ねると、アルピニストの墓石にはピッケルをかたどった彫刻がして、あったり、居合のピッケルそのものがはめ込まれていたりする。日本においては、小島薄井が、学人にとってのピッケルを武士にとっての日本刀に投影し、その影響の大きさから、不必要な人も、 実用的装備としてではなく、装飾品なり愛玩物として購入するようになった。後日山層の創始者の一人、西岡和は、グリンデルバルトのシェンク、テッシュのウィリッシュを、両大関と称し、シェンクをユービエーシュン、優美栄春、ウィリッシュを、強し海と絶賛。その他にも、女性的なエルクでも、優美なベントでも、声援なビオルンスタットでも、高等なウィリッシュでも、とりどりの風格。 気品というものがある都市、シモンを二流品、ヘルマンブールが、ランアパルバット島庁に使用したアッシェンブレンナーを、ヤクザものと断じる当実践的な投範具としてでは、なく、干渉の対象としている。第二次世界大戦中は気軽に登山できる状況では、なくなったが、戦地に赴く。 若者の中には、自らのピッケルを後輩に託し生きて帰るまで預かってくれるよう言い残し二度と帰らなかった学人も多かった。ありがとうございます。